池田中白池田中白8月28日から1948年1月1日は、明治から昭和にかけての家族、貴族院議員、陸軍軍人、旧稲葉国鳥取藩主か池田氏、第16代当主、1877年8月28日、徳川義信の逸夫として生まれる。署名は広し、佐野源次郎法へ預けられる。 1880年9月、徳川邸に戻る。1887年3月に、新八とと共に、静岡から東京に移り、4月に学習院に入学した。1890年2月25日、いとこにあたる公爵、池田明知が死しなくして死去したのに伴い、その次女、京子と結婚し無子用紙として、池田公爵家を相続、就職した。 同年4月11日、輝き白と改名する。1894年1月25日、明治天皇の伊藤の輝き人志神皇と一時が重なることから、鳥取藩書大藩主、池田光中の一時を加えて、中広氏に改名する。1896年5月、同族の死者池田玄と共に、北海道の十勝地方の中川郡におよそ300万坪の、 原野の貸付を得て、池田農場を開設した。1896年に学習院初等科を卒業。さらに1898年11月25日に、陸軍士官学校を卒業。翌1899年6月27日には、陸軍副表彰尉に任官。第一士官軍法会議班士、陸軍幼年学校生と隊中隊付などを歴任した。 1909年9月30日、予備役に編入された。1902年7月から貴族院議員を務め、歌謡会に属した。1907年、中広氏は、当時の皇太子、吉人新王の参院行刑事の宿泊施設として、鳥取城跡の義後殿跡に、自身の別邸を建てた。これが、いわゆる、神風閣である。神風閣の館名は、 この行刑に随行した、元水海軍大将、東郷平八郎が命名による。1910年頃に俳句をやり高浜巨子の指導を受け、父、吉信と巨子を引き合わせたこともある。1946年4月12日、貴族院議員を辞職。1947年5月3日、家族制度の廃止により失釈した。1948年1月1日に成去した。 墓所は、鳥取、大運院。一界勲章東府母配偶史上。ありがとうございます。